おはようございます。なんか変形のハート型になって黒犬パパの寝床を占有しております。尻尾も重なってます。あ、本当だ、めっちゃ可愛い。さあ起きろということですね。今6時です。6時、起きようか。うん、5時台にジャン君に起こされました。ジャン君ねえ、ジャン君順番待ち今日はポンちゃんが先、ジャン君はおとなしく待っています。いい子だね。おいしい、ポンちゃん。ちょっと2人乗るには狭いんだね。うん、まあこうやって順番を待つ子たちということでね。北海道札幌、なんでピントが合わないんですか、こいつ。え、なんで？はい、合いました。札幌農学校、え、どういうこと？ミルククッキーいただきました。まあ仕事の、アドバイスをしたわけですよ。ということでお土産で持ってきてくれたやつです。どんなのかな。あ、開けていいの？開けちゃうか。じゃあポンちゃんはまだ気がついておりません。あ、でもね、この人たち自分のか自分のじゃないかすぐね、気づくからね。なんか自分のじゃないとあんまり来ないよね。なぜわかるって思うけど。あれ、ちょっとぴったりってあるからシュッて抜けるかなと思ったけど、ここに北海道のあれかな、建物、時計台ではない。あ、そっか、学校だ。なんか大きい建物。ミルククッキー、渋いねこのパッケージ。なかなか美味しそうじゃない？美味しそうです。こんなんいただきました。ありがとうございます。